ウサギコウモリは、翌種目、ヒナコウモリかウサギコウモリ族に分類される、翌種類。北緯63から64度以南のアイルランドスペインからウラル山脈にかけて模式標本の産地はスウェーデン。以前は、本種が日本にも分布する、もしくは、日本産は、アシュ、日本ウサギコウモリ PA サクラモーンティスとされていた。2006年に発表された、 うさぎコウモリ族のミトコンドリア d n a 1 6 s 砂の分子系統推定から本種を細分化する説が提唱され、競技の本種はヨーロッパのみに分布する種とされた。2020年の時点では種として絶滅の恐れは低いと考えられている。一方で森林伐採による A 葬儀の減少、ネグラとしている。 人工建造物の改修工事による、栄装地の破壊や閉鎖、農業や林業による、獲物の減少、交通事故などによる影響が懸念されている。生態は、前腕長4から 4.2cm、東道長4.5から 4.8cm、尾長4.1から 4.6cm、体重5から 13g。大きな耳は3.3から 3.9cm に、 なり、これが、他のコウモリと大きく違う点になる。他の種のコウモリに比較して、飛ぶ速さが遅い。森林、低木地、洞窟などに生息し、ネグラとして起動、洞窟や人工物盛りをする。起動の場合は、比較的地面に近い場所で見つかることが多い。森林で飛翔する昆虫を食べるが波状や樹皮の虫類も摂取する。昼間に見られることもたびたびある。 この種はエコロケーションよりも視覚に頼って行動していることが分かっている。獲物の捕獲のためにエコロケーションを使用している。周波数は27から 56kHz で 45kHz が最も大きく約2.5秒の長さである。ありがとうございます。